どうもお疲れ様です今回もシートの添削をしていこうかと思います。6月2日の4時間足を見ているんですけどもこれはね、えー、とトレンドがずっと進んできたところがここのダブルトップによって、えー、下落に転じるところですよね。で瞬間ここ横ばいになったっていうところです。 で、下落に転じるのも、ああ、下落に転じたなっていう風に、まあ、早く判断するというよりも、どんな形で下落に転じたのかなっていうことを見るのがすごく大事になってきます。で、ここにチャンネルライン引いてますけども、今回の下落っていうのはどういう風に起きたかっていうと、レンジがこういう風に重なりつつっていうところですよね。で、えっ、ー、と、このね、トレンドっていうのは、レンジとレンジの間をこういう風に結ぶ形もあれば、 レンジが重なりながらね、徐々に落ちていくっていうパターンもあるんですよ。で、今回はこっちの方ですね。はい、じゃあ次のシート見ていきましょう。え、こちらの方は冷やしですけども、これは一体何を答えればいいのかな。あ、これはね、赤い線がちょっと抵抗体になってるのは、実はここにね、ちょっとレンジがあるわけですよ。レンジを抜けて、 最後の一月をして140円に行ったら、投資家さんの心理が変わって、今度は、えー、こういう風に下がってきたよってことですよね。そうするとまたここに抵抗体があ、ここにあったわけですから、あれ、この抵抗体を他の投資家さんも意識して、ここで一定の止まりなりね、横ばいが生じるんではなかろうかっていう風うに考えるところです。ただ、突き破ってその勢いのままドーンと行くこともありますんでね。えー、まあそれをどう考えるかですよね。まあ私は、やっぱりここに、えー レンジがある限りこっちでも似たようなことが起きるんじゃないかなと思ってますけどもねたいこう左右対称に考えることが多いですねこういうふうに他の投資家さんも同じようなところに位置するんで同じようになるとただしこれは材料でこうなってますから材料の部分はちょっと省いていくとなるとね左右対称でしたらここで、えー、と大いなる横ばいがあるのかなと若干ね若干右肩上がりの横ばいがここにあるのを思い出しますね少しこんな感じで 上昇圧力を持っっったレンジが2つ重なてているってとこですかその途中材料がドーンと挟んで前値戻しがあったみたいなねまあこれ上昇の圧力っていうのは変わりませんけどこんな感じで見ていたと思いますでそれが今度はこの材料がないわけですから今後も材料がねないと仮定するとこの横ばいが一旦入るかなって思いますねただその頃は134円なんで今の価格よりもね4円ほど下がらないといけないんでそこまでの急激な 下落があるかなと思います。ここはね、本当一1週間で3円ぐらい変わったんで、あの、ちょっとね、たまできましたけどもね。うん、まあ、似たようなことがここで起きるかなっていうのは、まだ、それこそ、その時にならないと分かんないことなんで、週明けに確認することになります。じゃあ、最後の1枚見てみましょう。えー、138円台でローソク足が多くなり、レンジが形成されるのではないか、あレンジ形成されつつあるので、横ばいが続く。まあ、横ばいは起きると思いますよ、ここでは。 うんでえー、と昨日まではねここが、うん、テーマのレンジになってましたけどもね特にこのあたりっていうのは利益を取るポイントが結構ありましたんでね。うん、でここは言うまでもなく二転天井を作っていたところだと思いますんで。 え、行動の限界点というところですよね。投資家さんの心理140円で、えー、ま、いろいろだったんだけども、上下しながら、それ以上行くことはなかったということで、えー、今度は139円台に降りてきましたよってことですよね。そして、えー、今日あたり、そして来週から138円台のレンジを書いていくってことで、1円ずつこういうふうにね、フェーズが変わっていってるってことがわかると思います。じゃそこでですね、もう一回確認しておきたいんですけども、これです。この2つの図、わかりますかね。これはね、どちらかというと、 でここにレンジがあってここにレンジなり N があってすごく順調なトレンドをこう書いてるところですここで利益を取るところねここで利益を取るここでも利益取るしここでも利益取るしここでも利益取るみたいな,な形になってますねこれはねほんと目に見えたトレンドであんまり起きないですこういうの,の全体の値動きの3割ぐらいがこれでと言われてますけどね じゃあ全体的にはどんなトレンドが一般的なのかというとレンジを伴ったトレンドですよね例えばこういったギザギザっていう形がありますけどもちょっと赤で書くとねここがレンジになっていてここがレンジになっていてここがレンジになっていてで頂点がこうあるとでまたここがレンジになっていてここがレンジになるみたいな感じでレンジとレンジの間がねほとんどないっていうかねこう重なっちゃってるとかあったにしてもそんなに、えー、距離を取っていないよっていうものがね、えー、重なっていくことですこれが結構いいんじゃないですか で、先ほどの例で言うと、140円のレンジがあって、139円のレンジがあって、で、138円のレンジがあるみたいな感じで、横ばいをしながら、ちょっとずつ、下落圧力に押されて、下に行くみたいな感じですよね。で、今までは上昇圧力があったわけでしょ。上昇圧力の場合は、レンジを作って、上昇圧力だから、だんだんこっちの方に偏ってきて、それがしまいには、新しい、ここでのレンジを作って、 さらに抜けてこういういなレンジになっていいくみたなな感じであのレンジなんだけどもちょっとずつ上の圧力にじわじわと寄っていくみたいな感じでね140円までいったと思うんですよでそこから反転していって勢いのいい時もありますけども基本的にはレンジとレンジがねほんとこう重なったような状態で進んでいくっていうところじゃないかなと思いますねだから戸惑うのはあ次のフェーズに入ったかなと思ったら戻ってきちゃってこれがえぐれなのか迷いなのかよくわからないってところですよねだここで多少ロスカットは出ますけども、まあ、でもね 基本的にはレンジ内オプションですからレンジ内オプションで小刻みに利確していけば損失を抑えることができるかなと勝ち越すことができるってことになりますじゃあ今回は以上ですお疲れ様です